ファン消失の謎。ファンはどこへトラビッシュジャパンとナンバー、I 勢いの激戦。3月27日、公開された、ビル・ボワード・ジャパンダウンロード・ソング・チャート、ダウンロード・ソングズにおいて、トラビッシュジャパンの、T ・ G ・ I、フライデー・ナイトが驚異的な75,135ダウンロードを記録し、首位に輝きました。同日に発表された、 オリコン週間デジタルシングルランキングでも44,319ダウンロードを記録し、初登場1位を獲得。さらに、同じく日本語バージョンである T.G.I. Friday Night Japanese Bar が37,126ダウンロードで2位にランクインし、トラビ v i s j a p がトップ2を独占する快挙を達成しました。これに対し、トラビスジャパンに次ぐ成績を残したのは、元ジャニーたちが所属するナンバー。 愛、勢いでした。ビルボードで2位、オリコンで3位に続いたのは、滝沢秀明さんが手掛ける、ナンバー、愛の所属アーティスト13名からなる、トゥーヒーローズプロジェクト、アクト4ホップイーのテーマソング、Be、on ーオンユアサイドでした。トゥーヒーローズプロジェクトは、令和6年の都半島地震の発生を受けて立ち上げられた、トベによる支援プロジェクト。楽曲の作詞を担当したのは、平野紫洋さん、神宮寺優太さん、 キシユタさんからなるナンバー、アイで、5月1日には CD リリースも決定しています。音楽史ライター、ナンバー、アイ、勢いは主意を逃がしましたが、彼らにはデジタルコンテンツへの注力が注目されています。楽曲の配信日が旧ジャニーズの後輩にあたるトラビッシュジャパンと同じ3月18日だったことで、ファンの間では、わざわざぶつけてきた、完全に喧嘩売ってると話題になっていました。 結果として、b e y o n ア Your Side は、ビルボードでは2300ダウンロード、オリコンでは21332ダウンロードだったので、トラビッシュジャパンにはどちらも3倍ほどの差をつけられた形となっています。同音楽シライター、このトーナメントにおいて、一部からは No.I. 勢に対する皮肉の声も上がっています。No.I. といえば、3月14日から17日にかけて、 所属前アーティストが集結する初のコンサート、トゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブを東京ドームで開催し、計22万人を動員したばかりです。最終日公演は、プライムビデオにて世界配信するなど、デジタルコンテンツにも力を入れている。にもかかわらず、今回トラビッシュジャパンに差をつけられたことで、東京ドームのファンはどこに行ったといった皮肉な声が寄せられています。 この状況に対して、X で敗下のようなコメントが寄せられています。トラジャに発売日被せてきたのに3倍の差つけられて惨敗。東京ドーム4日間22万人動員、多い、20万人どこ行ったマジもうファン3万人もいないどこ行っちゃったの所属の三宅県、北山博光、ナンバー、アイ、インプ、派、6月13日から23日にかけて東京、有明アリーナで 公演を行うことが発表されています。果たして、彼らの次なる舞台はどのような結果となるでしょうか。この競争の舞台において、ファン層の興味深い動向が明らかになりつつあります。ナンバー、アイゼーの新曲が登場してから、一部のファンはダウンロード購入には消極的な様子を見せています。彼らは、所属アーティストの指示を受ける一方で、事務所全体のプロジェクトにはあまり興味を示さないようです。そのため、ナンバー、 アイゼーの成績が低調なのは、ファンがどこに行ったのかという疑問を呼び起こしています。トラビス・ジャパンの成功は、彼らが若いファン層を引きつける能力に基づいています。彼らの楽曲は、若者の心を捉えるポップなメロディーと、リズムに乗せたキャッチーな歌詞が特徴です。さらに、彼らのプロモーション戦略は、ソーシャルメディアやオンラインイベントを駆使して、ファンとの密接な関係を築いています。その結果、 彼らはデジタルチャートのトップを独占し、業界内でも大きな注目を集めることに成功しました。一方で、ナンバー、アイゼンは彼らのプロジェクトに注力していますが、その成果が芳しくないようです。彼らの楽曲は一定の支持を得ていますが、トラビスジャパンに比べて圧倒的な差が見られます。その背景には、ファン層の異なりや、プロモーション戦略の違いがあると考えられます。ナンバー、 愛、勢いは一連のプロジェクトにフォーカスし、その成果を最大限に引き出すために努力していますが、彼らのアプローチはまだ試行錯誤の段階にあるようです。今後の展望については、ナンバー、アゼ勢が新たな戦略を模索し、ファンとのコミュニケーションを強化することが重要です。彼らはトラビスジャパンの成功を見習いつつ、独自のアプローチを追求する必要があります。また、ファンのニーズや思考に応えるために、 よりクリエイティブで斬新なコンテンツを提供することも大切です。これにより、ナンバー、アイゼンは再びトップに返り咲くことができるでしょうかその行方には多くのファンが注目しています。あなたはこの競争の中でどちらを応援しますかそして彼らが次なる一手でどのような戦略を展開すると思いますか